どうも、いつもヤンフォレストストライクチャンネル見てくれてありがとうございます。ですね、今回は僕の、いつも炭を焼いてる炭窯にですね、なんとすごく大きい、これくらいの、もう多分見えてるかな、あそこ映ってるんですけど、スズメバチの巣ができました。非常に危険です。もうこの刺されたらね、痛いどころじゃないし、下手したらフィラレルキーなんとかショックとかで死ぬ人もいるぐらいですから、ね、なんせスズメバチめっちゃ危ないです。ちょっとね、最近、この夏ね、サーフトリップに行ってちょっとしばらくここ開けてたら、あんな大きいスズメバチの巣ができてしまいました。今からこれ駆除していきたいと思います。非常に危険です。でもバッチリ駆除します。では駆除の方法をご覧ください。やったぜ。これ見てください。非常に危険です。スズメバチ、めっちゃ大きい巣作っちゃってます。今から、後ろのスズメバチの巣撃退するために着替えてきました。完全に、冬山のスノーボードの装備です。このスノーボードの装備で完璧に、蜂に刺されても大丈夫なように、しっかり保護してます。で、ホームセンターで買ってきた強烈な蜂撃退スプレー2本用意してます。あれぐらいのサイズだと1本じゃ足りないんでね。ではちゃんとゴーグルをしてね、はい、ゴーグルする前にね、ごめんなさいね、まず、口周りをこうタオルしっかり巻いて、で、これニット帽もかぶってますからね。なんか落ちたの。そう、目の周り、口周り、しっかり保護して、完璧な装備で、向かいたいと思います。ああ、暑い。今もう夏ですよ。夏に雪山のスノーボード道具、掘り出してきて、完璧かな。スズメバチの巣撃退しに今から行きます。どこからもスズメバチから刺されないように保護してくださいね。危ないですからね。OK かな。で、手も保護しなきゃいけないんで、手袋、
もらってきて、ちゃんとインナー入ってなかった。はい、なった極寒仕様やん、めっちゃやばい、ほんまね、俺ね、めっちゃビビりなんだ、完璧に暇なく保護します。今からパウダーするのすべてのパーいうぐらいの雪やけどな、もう今からやるのスズメバチの駆除やから、行くで、これ持って今からあいつらぶち殺しに行きますんで、じゃあ行きましょう。うわ怖いわ、意外と重たく怖い。まあまあええわ、行ったら。逃げ場の小屋のドアを閉めといて。では、いざ、行きたいと思います。では行きますよ、こいつで今から。元気人、どうなん、落ち着いた、これこの勢いでいったのか、落としちゃったね、うーわえぐいです、えぐい量のスズメバチが、落ちた、2本目使います。今ね、ポップコーンいったったから、いや、ね、死んだか、いけたか、スズメバチの巣落とし去りました、すごい卵でっか、なんかめっちゃピクピク、まだ動いてますよ、あっつい、ああ、どうも、無事逃げ回ったわかるように、スズメバチの駆除終了しました。まだちょっと生き残りがね、ちょっと飛んでるんですけど、まあもうそれがなくなったんで、これで、スズメバチの危険から解放されました。ご視聴ありがとうございます。ではまた。